いやなんか私たちのなんですかね、マニッシュな、マニッシュでクリーンなそのテーラーのスタイルっていうのはずっと続けているところなんですけど、なんかそういうところに、まあ、クラフトマンシップ、そういう手仕事によるなんかなんですかね、アート性とか装飾性で、なんか私たちのこれまでのスタイルをもっとアップデートできるんじゃないかなっていうのが今シーズンの、アプローチです。今シーズンだけでも本当に大変でしたけど、これが続くんだなっていうのは思いました。例えばそのブラックフラワーの、フラワーパターンとか、それは日本の和紙を生地にプリントした、とてもなんだろう、意匠性というかアーティスティックな作り方で、越前和紙ですね、越前和紙を使ったそういうパターンとか、あとは京都のちりめんという、それもジャパニーズのファブリックに、コッパーの金属の、プリントをしたりとか、なんかそういう日本ならでは そういう職人の手によるファブリック、なんか新しいファブリックを今回はいっぱい採用しました。そういうのはなんかそう、そうだよね、自分たちのこうパターンを手でやったりとか、そういう、なんかとてもなんか何だろうな、魚の骨のようなバングルとか、あとはなんかちょっとなんだろうね、木のなんかちょっとキノコの菌糸なんかこう、なんかこうちょっとユニークなモチーフ のイヤーカフだったりとか、なんかこうとてもモチーフとしてもアーティスティックなそういうモチーフを使ったジュエリーを作って、今回は洋服にコーディネートしました。ショールームにいろいろ持っていかなきゃいけないけど、ありがとうございました。